ようこそ居酒屋和田屋でございます。画面越しですが楽しくおしゃべりできればいいなと思っています。今日はですね、うちの居酒屋和田屋にいる唯一の店員さんがいるのでご紹介したいと思います。この本を一緒に作ってくださった主婦の友社の宮川さんが、天の声として参加してくれます。じゃあそろそろ乾杯いただきましょうかね。はい、はい、いいですね。飲みます。ジョッキは凍っておりますよ。居酒屋和田屋のジョッキは必ず凍らせることが美味しそう。はい、皆さん乾杯。乾杯。あ、すごい。いいですね。はい、じゃあググッと飲んで。はい、ググッと。美味しい。はい、今日もビールがうまい。うまい。はい、制作する時の裏話なんかを、料理名がすごくいい、食べてみたいっていう、なんかもう今日ね、すでに作って参加していただいてる方もたくさんいらっしゃるんですけど、はい、選んだ料理は本当に名もなきおかず、こうやってバーって冷蔵庫開いて、ああ豚となんとかとなんとかあるんだ、じゃあ今日はこれだなみたいな、本当にその日家にあったものでたまたま作ったら家族に受けて、何回も作ってきたものみたいな感じだったので、結構名前はなかったんですよ。名前はなかったんだけど、この料理の思い出とかはすごいいっぱいあって、じゃあその思い出とかこだわりを名前にしちゃえばいいんじゃないかなと思って、何個かにちょっと変な名前をつけて、その天の声宮川さんに送ったら、なんかすごく喜んでくれてっていうのはおかしいんですけど、もっとくださいみたいな感じで、ね、喜びました。いわゆるキャッチコピーみたいなのも兼ねられて結果良かったかなと思ってますけど、書店でチラッと見てこんなに笑った料理本は初めてですって書いてくれてるけど、笑かそうと思って書いたんじゃなくて、なんか真実を書いてたらちょっとメモした感じだったんですけどね。なんか全部書いてくださいって私がまた無茶振りしたんですよ。いやいやいや、レシピの書き方なんかも話し言葉で書いてもらってますけど、当初はそんな予定でもなかったんですよね。そうですね、普通この本以外のお仕事の時はなんていうか、いわゆるこうお作法みたいなのがあって、レシピを書く時のありますよね。ありますよね。で、なんかこう分かりづらくてもそれに乗っ取らなきゃいけないみたいなのがあるんですけど、やっぱ私が何にも料理ができなかったどころかやる気もなかった時に見てたレシピがそうで、なんかちょっと冷たみたいな、でもすごいわかります。なんかはい、こうしてできるからみたいな感じで来られてる気がして冷たかったんです。私はやっぱ、とってもわかりやすいんですけど、それがでもなんかもうちょっとああでもないこうでもないあるじゃないですか、料理してるとコツとかね。そう、それもなんかこう含めて伝えると、なんかこう隣に立って、あ、もうちょいだね、もうちょい焼きがついた方がいいみたいなのも空気感を入れたかったんですよね。今日困ったのでプルコギ作りましたって、ね、困った時になってね書いてるから、困ったら作ってくれたのかな。これ肉野菜ダメじゃねえと思われてないかな。お前やばい。言ったもん勝ちなんですよ。そうだからホイコーロだって豚とキャベツとピーマンの炒め物だけど、ホイコーロと思い込んで食べたら、ホイコーロ。そうじゃあここでちょっと皆さんと一緒にクイズとかしてみましょうかね。クイズ。でこの本のね、作り方、そのね、今ね工夫していただいたレシピ、分かりやすいって言ってもらってますけど、最初はこんな話し言葉の予定ではありませんでした。そうしようということになった運命の料理が実はあります。それはどれでしょうか。いいですか。 A、 たどり着いた肉じゃが。 B、 肉団子のスープ、夕食の思い出。正解はルルルルルルルチン、ただのかぼちゃの煮物です。こんなこと
ことで喜んでくれて本当にみんな嬉しいな。でもこれあれですよね、このかぼちゃの煮物をわざわざ本にして届ける意味あるのかって、そうなんですよ、前日まで悩んでたんですよね。そうなんですよ、だってかぼちゃの煮物でもいいんですよ、だけどそのレンチンを駆使してとか、誰も使わないあの調味料を入れてとか、なんとあのかぼちゃの煮物が10秒でとか、そういうものだったらあの世の中にねこう出す理由もあるんですけど、別に普通に煮るっていうか、まあ、蒸し煮ですけどね、煮るし調味料もまあ普通だから、え、何を今更と思われたら良くないと思って、だから本当に最後まで、え、かぼちゃの煮物とかと高野豆腐とかきんぴらとか、きんぴらとか切り干しとか、いや普通に作れるから、いらないからこのページ分の金返せと思われたらどうしようとか、なんかいろいろ思ったんですけど、なんかただのかぼちゃの煮物なのにこの10年間作り続けてきて、やっと見つけたやり方で作って、そのかぼちゃたちが写真に撮られて、あ、これがページになっていくんだっていうのを見届けたら、なんか私の10年がそこでこう天に召したというか、なんか報われたっていうか、あ、いろいろ失敗もしたし、美味しくないものもいっぱい作ったけど、こうやってみんなとこうすればうまくいくんだよっていうのを共有できるんだったら、この10年間本当に無駄じゃなかったなって思えたのがかぼちゃの煮物なので、あ、こういうことかと思ってた感じですね。なんか私がもう余っている料理家さんの中で私は何が言えるんだろうっていうのを見つけられたのは、そのただのかぼちゃの煮物だったから、こうして地味に生きていこうと思いました。この地味ご飯という本のコンセプトがさらに固まった料理だったりして、そうなんですよ、あ、感動秘話じゃないですか、あ、皆さんのあれを見てますよ、ここでチラチラ、あ、今です、はい、あ、レシピ通りにかぼちゃ作ったらめちゃめちゃ美味しくて、美味しかったですか、ありがとう、また私今日作った、ありがとうございます、ありがとう、嬉しい、美味しそう。夜な夜なこう激論を飲んで謝んなきゃいけない、丸ついてるんですよ、運命でしたね、絶対に24回、料理が全然できなかった私がたどり着いたお家で作っている名もなきおかずたちをまとめた10年かかって地味ご飯、好評いただいております、発売中です、ね、お家に来たお友達に教えるみたいな感覚であのレシピを書いてますので、あとはレシピごとになんでこのレシピを選んだかっていうエピソードもご紹介しているので、楽しく読んでもらえたら嬉しいです、ぜひお手に取ってご覧ください。それでは、和田明日香でした。ありがとうございました。